皆さんこんにちは、 JJ1XTG 早朝です。はい、 3Y0J ブーベと聞こえております。はい、残念ながらですね、気象条件悪天候、そういうことでですね QRT 余儀なくされるということのニュースが入っております。だからラストステージになっておりますね。今30メーター10メガでですね、スプリット運用やってます。すごいパイルが見えていると思いますけれどもね、WW アンテナ、この、IO のですねこの WW アンテナでしっかり聞こえてきました。初めてですね、聞こえてきたのはね、これまでちょっと聞こえなかったんですけれども、最後の最後で、聞こえてきました。さあしばらく聞いてみましょう。世界中から多くの局がアクセスしてますこのブーベイト 3Y0J ですけれどもね、モストウォンテッドのナンバー2ですよね。まあ、なかなかね聞くことができない曲なんですけれどもね、まあ、僕が聞くだけでもですねちょっと聞こえればいいなと思ってアクセスしたところですね、聞こえております。さあ、まあ、救出することはなかなか難しいとは思うんですけれどもね、はい、いろいろな世界各国からですねパイレーツも出てくるし、もう非常にカオス状態になっております。そんな中でですねこの 3Y0J 多くの無線化の夢である、このブーベ島からの、ね、QRV いよいよ最終ステージに入っております。楽しんでいきましょう。アップ5ぐらいでちょっと読んでみようかな。まあ、100ワットで、たくさんの曲がですねすごいことになってますよね。さあとりあえず読んでみましょう。もうロシアンルーレット状態ですよね。非常に弱いですけれども聞こえております。これでも強くなってきましたね。オンフレで読んでおります。はい、皆さんでアップアップというアップアップっていうふうに怒ってるようですね。もう本当に皆さんなんかこう血まなこになってやってるって感じがしますよね。いやいや、もう必死なの状況が伝わってきますね。はい、まあまったりと、まあ、まったりといかなくてもね、ちょっと興奮しながらですねワクワクしながら、見ていきたいなと思っておりますけどね。はい、先ほどよりもちょっとパイルが収まってきた感じもしますけどね。はい、もうちょっと強くなるといいんですけれども、コールが確認できないぐらいのレベルですので今ね。お、あ、いいね、53ぐらいになってきました。触れてきました。まあロシアンルーレット状態ですね。目隠しでこうやるみたいな、これ更新できた人はすごいですよね。先ほどですねアップの方でね
599選球ってやってる人がいたんですよね。ちょうどそこの撮ってる場所が分かったんですけどね。すごい状態です。さん読んでおります。ウォーターフォールがもう黄色くなって、僕あのウォーターフォールあまりね色染めない方なんですけども、このその状態でこの黄色くな、これかなり皆さん出力上げて、呼ばれてるんじゃないかと思いますけどね。いやすごいね、すごいね必死さが伝わってきます。まあ夢としてはですね、はい、ゴエレのヤギぐらい使ってる方はですね、この釣り竿アンテナでぶち破ったらすごいななんて思うけど、それちょっときついですね。はい、失礼しました。いずれにしてもこのベランダから出しているね WWR アンテナがですね、お本尊が聞こえてきてたのはすごく、まあ時今までね聞こえなかったんですよね、 FT8 でも見えなかったんですけども、このように見えてきたということ自体が僕にとっては非常にね嬉しいことです。ちょっと聞いてみましょう。さあ聞こえてますね、アップステージしております。これは本物でしょうからね。いやでもブーベ堂でね今やってる、皆さんもですね、大変だと思います。本当にね、凍りつくような気象条件の中でですね、風が60ノットのとこ言ってましたね。はいやり合ってます。と減ってきたかな、呼ぶ人疲れてきたかな皆さん。あ、そんなことないねすごいですね、こんな感じですごいですね。はい、皆さん呼んでます。しかも強い強い皆さん、はい、100ワットでは対抗できないのは分かってますけれども、それを、まあ、参加することに意義があると、昔のオリンピックみたいなね、ことでやってみたいなと。オリンピックロシアンルーレット方式でいきましょう。はい、というわけでですね、今、17時を回りましたけれどもね、どうやらパイルがなくなったんで終わったんでしょうかね。オフレでいろいろななんかこうありましたけども、はい、今静かになった30メーターのバンドですけどもね、まあ参加するほどまで聞こえてこなかったんですけどもね、リアルなブーメ島からの信号が聞けてよかったなと感じております。じゃあラストステージですけれどもね、どのぐらいまで QRV されるのか、まあもう少しで QRT に入ると思いますけれどもね、少しでもいたらですね、参加できればいいななんて思ってます。まあその雰囲気にね今日はですね、一緒にこう味わえたなというような感じでした。 3Y0J ブーベ島エクスペディション素晴らしい、
夢をですねアマチュア無線化に与えてくれました。どうもありがとうございます。ワールドワイドな、素晴らしいペディションがね行われて楽しませてくれることを期待しております。僕たちもね、一生懸命バックアップしていきたいなと。またお会いしましょう。